山口敏太郎です。人質の人命、非常に心配になりますね。自分で自ら進んで危険な場所に行って人質になったんだから関係ないという突き放す意見をおっしゃる方もいらっしゃるんですが、彼らの、ご家族や友人の立場になれば非常に心配だと思います。で、今いろんな交渉がされているというふうにいろんなふうに言われてます。第三者がお金を下げる交渉をするのか、あるいは、もうちょっと減額交渉みたいなのやってますね。あと政府はお金払っちゃうとまずいので、政府は払ってない、でも民間の有志が払ってくれたという体を取るという説もありますね。で、今回の脅迫の VTR に関してやはりいろんな諸説が出てますね。影が違うと。湯川さんの影がですね、他の2人の影と向きが違うんですね。で、あと顎のこう影がついてる、それもまた湯川さんだけ違うから、湯川さんはすでに殺されていて、湯川さんの映像だけ差し込んだんではないかという説を唱える人もいます。逆にこれインチキの映像だから心配ないよねって言っちゃってる無責任な人もいますね。逆に僕は合成だったら合成だったで、逆に湯川さんの身が心配だなと思うところがあります。で、ただ廃棄は処理してんじゃないかという説がありますね。確かに山の形とかですね、地面の隆起で大体どの辺りかというのが CIA とか非常に特定する技術を持ってるらしいですね。だからひょっとすると背景処理をやってるかもしれないけども、湯川さんも実は合成じゃないかというふうに説が唱えられていると。確かにもう半年近くですか、もう捕まってるにもかかわらず、なんか割とぽっちゃりしてますし、やつれた感じはないんで、実は捕まった直後の映像じゃないかという説もあるそうですね。どちらにしろ非常に心配です。で、大変面白かったといったら非常にちょっと語弊がありますね。大変興味深かったのがですね、割と保守陣営の人たちが、この事件に関してですね、実は左翼の陰謀じゃないかと、安倍政権を追い込むための左翼の陰謀だというふうに言ってる人もいます。それは僕はうがった見方じゃないのかなというふうに思っておりますけども、事実どうなんでしょうか。また一部ですね、ちょっと不謹慎なアイコラというかコラージュ写真が出回っております。それはですね、この2人がですね、刃物を当てて脅迫されているシーンをですね、スタジオで撮ったのかのごとく、スタジオの写真に顔だけはめ込んでる、あるいは人間だけはめ込んでるという逆コラの写真も広がっているということですね。もうこうなると何がリアリティで何が、バーチャルなのか分かんなくなってくるという、ちょっと現実の境目が見えなくなってくるような現象が起こっています。どちらにしろまず人命を助けるのは優先だと思いますので、助かってもらいたいという気持ちが強いです。またそれ以上にですね、何かこのバーチャル社会が広がるにつれてですね、リアリティの欠如というのが広がっているのかなといった印象も感じる次第です。